つねー。そういう時こそプラードですよ。おやおや、二人揃って何をしているのかな。暇だからな。あんたまた随分でっかい買い物をしたわね。絶品、今回もびっくりさせちゃうからね。さあ、何を買ってきたのか見せてもらおうではありません。ちょっと待ってください、これって。あれ、なんだって。ちなみに車両は EF81 型電気機関車ね。1両だけなの。 HO ゲージは初めてだし、値段も N ゲージといい勝負だからね。客車や貨車も買おうか悩んだけど、ハマった時でいいかなってことで、あとお店に売っている客車が古めのやつしかなかった。そうだとしても、HO ゲージの車両って高いでしょう。それに免税金が返ってくる金額だったの。高いのか安いのか。あ、車両を買ったってことは、レールとかはスターターセットみたいなやつかな。それでもよかったんだけど、今回はバラで買ってきたよ。一応レールのセットもあるけど、あ、そうそう、これもらったんだけど、応募した方がいいかな。それはそちらにお任せします。さて話を戻して、次にレールの紹介。まずは PC 直線フィーダー線路、246mm セット。コンクリート枕木タイプのレールなのね。普通のレールに端なかったんですか。お値段が大差なかったからこっちにした。フィーダー線路じゃない直線線路 246mm も足しておいたよ。次にリレーラー線路。見た目が踏切みたいだから、遮断機と警報機が欲しくなるわね。プラレールのやつで代用できたりしないかな。いやーの持っていないんだけど。あるいは自作ですかね。工作も悪くないかも。次に車止め線路。あ、こっちは PC じゃないんですね。標識は後から自分で取り付ける感じ。そうだけど取り付けるのは簡単なはず。で、レールのセットも一つだけ買っているよ。手動ポイント6番対比線セット。これより小さいのが、確か4番でしたっけ。あ、そっちもあるね。なお値段は約6000円。お得に買えるのはありがたいわよねー。裏側はこうなっているよ。いろんなプランがあるみたいだし、ハマったら今後いろいろ買ってみたら、多分そうしたら N ゲージに帰ってこれなくなりそう。その前にもっと大事なことがあると思うんですが。まだまだあるよ。次は、これだー。リレーラー。これは絶対、一つは持っておかないとダメでしょ。リレーラー線路があるから、そっちで乗せれるんじゃ。それと、これだけ N ゲージで使いたくて買ったやつなんだけどさ。パワーパックハイパー。これ発音はデラックスかな、それとも DX かな。世間的には DX だと思いますが、人によって分かれそうですね。で、さっき N ゲージで使いたいって言ってたけど、今回は使わないの。これでやりたいことはあるから、その時にでも取り上げることにするよ。それと周回運転もできるように、PC 直線線路の R730 も購入したよ。あ、これが欲しかったから基本セットは買わなかったんですね。なぜバレた。そしてこの直線線路、カント付きになっているのね。最後にユニクリーナー。むしろ今まで持っていなかったの。はい、そういうことです。ごめんなさい。それじゃあ手動ポイント6番対比線セット。これを開封していくよ。それではオープンザブワー。この冊子は後で確認するとして、これ見ないやつだ。いやいや見るから。で、このポイントレールがかっこいい。かっこいいのもわかりますが、サイズが大きいですね。あとは直線線路の R867 の15が2本。直線線路は S149 が2本と S246 が6本だよ。それじゃあこのセットだけで線路を組んでみよう。キュッとしてドドカーン。できた。広すぎませんか。さすが HO ゲージね。ちなみに N ゲージのレールを間に入れることもできるらしい。誰得なのその情報。さらにフィーダー線路と車止め線路を開封。この標識を差し込んでこんな感じ。あら、なかなか良いデザインで、これもかっこいいじゃないの。それでできたレイアウトがこれ。行ったり来たりするタイプですか。カントレールは今回は開封しないからね。そして走行する車両は1両しかないから、対比線のところは短くしておいたよ。ではその車両、EF81 を出していこうではないか。説明書とプチプチがお出迎えね。そして、このでっかい電気機関車。やはりスケールが違うと、迫力も違って見えますね。普通のプラレールだって、これと縦の幅は同じくらいじゃない。そこ比べちゃう。いやー、かっこいいね。ナンバープレートとか浜田だけど、この時点でめちゃくちゃかっこいい。で、箱の底にはナンバープレートとかの付属品が入っていたよ。どうするの？これ取り付けるの？ヘッドマーク以外は取り付けるよ。一度退出して戻ってきたら、一体何があったのよ。あ、98号機にしたんですね。いや、それがだね。途中で98号機がなくなったから、側面は93号機になったの。何がどうなってそうなったのかは聞かないでおいてあげるわ。細かいパーツですし、探すのは大変かもしれませんが、この流れ星のデザインといい、迫力といい、精密でかっこいいことには違いないのですから、今はこのままでいいのではないでしょうか。ミスゲア。それに多分主さんが見つけて直してくれますって。そこまで言うのなら、早速走ってもらおう。見せてもらおうか。HO ゲージの走りを。おお、動いた。ント音もすごく良いじゃないの。そこで止めて、進行方向を切り替えてっと。1両だけ行ったり来たりだと、寂しくない？いやHO ゲージの車両は値段が高いのは、メディスンもわかるでしょ？わかるけどさ。島風が6両で何十万円と、N ゲージで数万円なのに。自作するのは何ヶ月かかるんだろう。多分主さんがやろうとしたら、3年くらいは部屋に引きこもってしまうでしょうね。それじゃあここで一旦区切ろうか。次はカントレールを使って、周回運転をしようか。傾きの演出がどのようなものか、気になるところですね。じゃあ一度このレイアウトを、片付けますか。手伝ってくれるの？仕方なくよ、仕方なく。じゃあ、ささっとやっちゃいましょうか。